今回はブリーチコラボ第2弾のガチャ引いていきます。でやっぱり主人公はイチゴなんで、まあ、イチゴ関連のキャラ今回準備しました。なんでこれで、まあ、来てくれるでしょう。で今回は、まあ、これ引いていくんですけど、で前回のキャラは割とまあメインは持ってる、サブは全然持ってないんで、そっち出てくれると結構ありがたいね。だからこれ引いていきます。確率が、まあ、1.2.2.2 の前のキャラは 0.63 体なんで、まあ 5% くらいの確率で多分あれなのかな、ブリーチコラボキャラ出てくるみたいな感じなのかな。でこれ引いていきます。で今回は確定も多分まあいつも通りあると思うんですけど、いや今回は多分やっぱバイザードの仮面がついてるみたいな、鬼滅コラボだったんで多分あんな感じになるんでしょうね。でも今回のコラボ結局あのお全く見てなかったし音もなかったけど、これ確定演出だったね。でこれはい、ってことはなんか鏡割れる演出あれかな、強化水月的な。でボお茶が来ました。はい、おお、ランギクさんね。はい、まあこの星5でも止まるんで、はい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 やばい、これ何も出ないかもしれない。で石田ウリュウ出ました。まあこんな感じで、まあ正直ブリーチコラボあんまり興味ない人は、まあこの10連で撤退しても割といいかもしれない。ランギックさん出たし、チャドも出たし、でヨルイチさんも1体はあれ確保しておきたいし、まあそんな感じでいいんじゃないかな。例えばヨルイチさんって確率どんぐらいだっけ、ちょっと待って、これ差し玉引いてる間にちょっと見ます。ウルイチさんとかこっち引くと、いつから強化水圧を使っていないと錯覚していた。あ、やっぱ錯覚していないんだ。いやここまでやってで 25% のレンジとウルイチさんは 8.7% か。はい、あー石田ウリュウねやだな、なんか今回石田ウリュウが偏る予感がちょっとするんですけど。でこれで、いやでもちょうど今ね12時になった瞬間にモンスト公式さんが CM 出してたんですよね。そのブリーチコラボとモンストコラボするよっていう CM、 あれもいつからモンストと、うわすげえ出る、でいつからブリーチとコラボしないと錯覚していたみたいなこと言ってたんですよね。だから、まあ、すごいアイゼンさんをしてるんですよ。だから、まあ、アイゼンさん超究極で来ないっていうことさすがにないと思うんだけどな。なので超究極アイゼンさんと思わせてひな盛りでしたみたいなことはもしかしたらあるかもしれないけど、これで、で浦原さん出ました。はい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 、よし、まあ、こんなもんでしょう。で今回は最悪浦原さんはんー、まあ艦隊できなくていいから、で織姫と石田はちょっと30の極で使ってみたいとか、織姫はいろいろとなんか面白そうな使い方、なんかバリアとかでできそうな気がするんで、そっちのお使ってみたいですね。なんだっけ、春立夏だっけ、これが回ってる時のやつね。本当に初期の覚醒した時の状態だね。でちょっと生放送してる人のブリーチコラボのクエストの様子見てきたんですけど、やっぱモンストオリジナル BGM 使われてました。モンストの BGM がやっぱ使われて、前回となんか一緒っぽくて歌が流れない仕様になってんのかな。だからなんでそんな風になって、おあートースローさんね。でこれでサイズをウリュウやべえ、ウリュウ本当に今回出まくるかもしんない。でも3体だもんね。で織姫1体、浦原さん2体で、モンストのオリジナル BGM 使われてたんですよね。だからどうなんだろう、やっぱ歌の人がモンスト嫌いなのかな。いやモンストに私の歌使わせないでくださいみたいな。だから多分でオープニングにもいろいろ多分いろんな方が歌ってたと思うんですけど、アルキアで、まあ全部使われてないってことは多分ブリーチ関連の歌歌ってる人たちからはもう、おいやイチゴいいね、多分まあブリーチでは無理じゃない、モンストはものすごく嫌われてるんでしょうね、ブリーチの歌歌ってる人界隈からは。で浦原さん2体目出ました。そしたら浦原さん2体、織姫1体、ウリュウ3体ね。まあやっぱ今回はそのコメントとかもいろいろ見てたんですけど、星45引いて撤退するみたいな意見も、まあ、結構あれまあちょっとコラボの魅力って、だおほい、よし、オッケー。でコラボの魅力って正直ワンパン強いキャラか、なんか友情強いキャラでないとちょっとみたいな、まあ、それかどっかの高難易度クエストぶっ壊すかみたいなのがモンストの主流なんですけど、今回はそんな感じのキャラがねあんまりいないんで、やっぱちょっとその執念も近いからオーブ貯めるみたいな意見の人もね
やっぱ結構いるし、まあ、個人的にはそれ否定できないですね。確かに、まあ、いちご、最低でも、まあ、いちご持っとけば、まあ、今のとこなんとかなるかな、みたいな気持ちは、まあ、正直ある。まあ、あと、ヒツガヤは、多分、キャラ少ない人だとすごい使うことになるけど、まあ、キャラ揃ってる人は、ちょっと、かもしんないね。でも、石田も、なんか、石田ウリュウの SS も、結局わかんなかったんですけど、いろんな人の動画見てたら、割合 SS って言ってる人もいて、まあ、結構、今回割合推し。お！あ？え？え、ていうか、なんかすごい、前のコラボのキャラ、ちょっと前のコラボのキャラで、さっき、ヒツガヤとか見たばっかりだし、イチゴはまあいいとして、ルキアも見たな。で、はい、はい。いや、これあれだな、織姫が、結構織姫が欲しいんですけど。はい。で、もう、浦原さんはこれで出たし、はい、お、お、これで浦原さんはもう簡単に。いや、浦原さん、あ、でもこれでもうみんなコンプできたね。とりあえずメインは。で、そしたらあとは、織姫2体と、石田ウリュウ1体かな。やべ、これ石田ウリュウ来ると見せかけての、石田ウリュウ来ると見せかけての、あっちかな。お、あ、違う、これ強化水月じゃねえや。はい。でもこういう時のコラボ演出の確定、全部コラボ演出にして、お、いつから強化水月を使っていないと錯覚していた。いや、言ったばっかだね。そういう確定演出全部コラボ演出にもう確率収束させてくれた方がなんかいろいろ嬉しいんですけどね。やっぱそのコラボキャラでやってきてる人のみと。お、よし来たんじゃないこれ。で、あとウリュウ1体と織姫1体。はいはいはい。お、んっていう感じで、はい。で、これでそしたら、おー、で、なんと、ランギクさんも、できれば、ラック90は、あ、もうちょっと、あと10年で終わるね。だから、それでできる、チャドは、ごめんなさい、3つ目できてんや。で、そして、ウリュウと、織姫1体ずつ引けたら、今回はいい感じね。ってことは、やっぱり、あれなのかな、その、ラック90、その、織姫さんじゃないや、ランギク作った方がいいって言う声あるけど、これに、やっぱ80連の、80連近くオーブ突っ込まなきゃいけないって考えると、なかなか、ちょっと、重いかもしんないね。まあ、その、次のコラボ来て、あ、でもこれで、あ、やべ、これ、ランギクさん足りてないんじゃない？ランギクさんこれ足りてる。チャドは、まあ足り、まあこれ足りてないけど、多分、特玉、ログインのやつと、引き換えの特玉できっとなんとかなるでしょ、きっと。おい、織姫。いや、これであと織姫出たら、もう満足だから、はい。で、90できた、80、90。で、ランギクできてる。そしたら、織姫一体出ると、いろいろと艦隊できんのか。よし、ちょっともったいないけど、サブ機のこれだけ、なんか引きがものすごくブリーチコラボ悪いんで、これだけあとちょびっと引いて、これで終わります。はい。で、これでそれか織姫出たら終わろうかな。はい。一応ね、やっぱ、周年で多分でかいの、また来ると思うんですよね。多分特になんか周年でなんかするみたいな、今んとこ。いつもだいたいイベントとかで発表されてるけど、今んとこなんもないですね。去年は、なんだっけ、フラパするみたいなことを8月くらいから言ってたんですよ。今のとこなんも発表なくて、どうなんだろう、なんかしてくれんのかな。まあ、多分してると思うんですけど、まあ、それをしてくれて、まあ、進撃みたいにもしかしたらなんか、すごいワンパンキャラ2体実装みたいなコラボもしかしたらまた来るかもしれないから、ちょっと怖いね、その辺。お、うん、うん。でもこれ、あ、これ初ゲットじゃねえ。いやいや、もう数少ない持ってる。なんで、こう、シロちゃんだけ、まったく。はい。これで織姫出なかったら、諦めます。はい。あ、で、ブリーチ今読み返してるんですけど、おブリーチ読み返してるんですけど、やっぱ、ソウルソサイティ編が結構面白いね。あそこの、やっぱ天差残月が初めて覚醒したあのシーン。あのシーンは、やっぱカラーページもなってるし、やっぱその挽回出てくる。やっぱそういうのが、すごい、印象に残ってましたね。よく見とけよ、天差残月みたいな。はい、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 はい。お、なんで、嘘なんで持ってる星がだけ出てくんの。いや、な、これは運営さん操作して顔分け見てるかって、これで、ちょっと待って、これも出なかったらさすがに、ピックアップの時にやっぱ引くのが効率いいんで、ちょっと諦めます、織姫は。はい。いや、もうこれ。はい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 。浦原さんか、あれは、
くそ、あーもう、あーガごガチャが5回引けたらなみたいな、5回爆死するみたいな感じのやつね。はい、ごきげんよう。